皆さん、おはようございます。モーニングユージット。今日は2010年10月5日火曜日の第2回になります。もう一度ですね、ユージットについて意味をもう一回復習でお伝えしておきますと、IT をユーズしよう。あなたの IT です。ユーズイット。今あるチャンスを最大活用。そういった3つの意味を込めて、ユージットというふうに呼んでいます。詳しくはファンページですとか、Facebook のファンページだとかをご参照いただければ嬉しいです。ではでは、今日は、またまた今日も Facebook なんですけれども、Facebook の中のリアルエステイトリファーラルグループっていう、そういう、ファンページというかですね、もう立派に一つのウェブサービスとして機能しているようなものなんですけれども、長らくこの業界にいる自分にとってはとても驚きの事例だったので、ぜひご紹介したいと思って、今日は例に出しました。ではポチッとなと押します。昨日の、モーニングユージットでもお伝えした通りですね。このプロファイルのページがしっかりと、大きめに作られていて、そして、アクセスするとファン以外の人が実際にアクセスすると、このような掲示板が最初に出てくるのではなくて、必ずこのような、このファンページ自体がどういった内容のものなのかっていうことをしっかりと説明しているページから始まるようになっています。そもそもいいねを押す前に、このファンページがどういった趣旨のものかということをしっかり説明しているんですけれども、このページはかなり秀逸でございまして、では早速このプレイビデオというのをちょっと見てみましょう。アナザーリアルテック街。実はこのページですね、一度、非常に大きな、不動産の、ナショナル、リアルエステイトアソシエーションかなっていうところから、実際ちょっと、もともと違う URL だったんですけれども、ソーシャルリアルエステイトだったかな。違う、とにかく URL だったんですが、それであるがゆえにですね、一回、その名前を使うなと、その URL を使うなということで、チェックが入りまして、4万5千人いたほどいたファンを一度に失ってしまうというですね、そんなことが起きてしまった曰く付きの、ファンページでございます。今ではどうなってるかというと、さらに一度失って、さらにそれ以上獲得してるわけですが、5万1502人が、このファンページのファンになっているというような状態です。ここに載ってますね。5万1502人。一度失ってさらに多くを獲得するみたいな形になっているわけですが、これにはですね、実は、様々な、ソーシャルメディアのアクティビストというか、影響力の強い人たちが、一度もう、立ち上げたファンページの4万人ほどいた、ファンを一度に失ってしまったという、そういう、ニュースを受けてですね、みんながサポートしてまたここまで持ち直したという、そういう、経緯を持っている実はファンページです。それはともかくとして、このファンページの特に大きな特徴は、このビデオを見るとわかるんですけれども、要は、登録をしてくださいという形になっています。ファーストネームとプライマリーメール、メールアドレスを登録して、ポチッとなって押しますと、メールが届きます。そのメールに書いてある URL を実はクリックするとですね、YouTube にあるこのような動画に誘導されます。ちょっと一回見てみましょう。ポチッとな。押してみると、実際何が始まるかというとですね、このファンページの使い方、とにかく不動産情報をやり取りするという、そういった形のファンページになってるんですね。なので、例えばこういった場所のこういった土地でこういう条件のものを探してますみたいなものを、実際にポストして、それでまたコメントをもらって、で、また、直接の連絡先もこのポストの中に書いてあるので、そこからいろんなやり取りが生まれるという、そういうファンページになってます。以前であればですね、通常この、リアルエステイトリファーラルみたいな、そういう、ホームページを1個作ってですね、システムを立ち上げて、
まあ、それぞれのやり取りを招くような、そういった形のものになるのが通常なんですけれども、まあ、これは本当に Facebook のファンページでそれを実現してしまっていると。で、使い方については、ここで今か、まあ、一生懸命説明されているように、YouTube で動画が掲載されていて、どんなふうにこのファンページを活用していけばいいのかっていうのが、しっかりと分かりやすく説明されていると、そのような状態になっています。まあ、とにかくですね、まあ、一旦ちょっと止めますと、よいしょ、止めましょう。はい。止めますと、このファンページの中ではですね、例えば、まあ、掲示板なら掲示板。まあ、あとはディスカッションというところ、ディスカッション。特にディスカッションというところに行くと、実は、まあ、デラウェア、メイン、イリノイ、モンタナ、コロラド、それぞれ州ごとのディスカッションボードが実は作られているんですね。で、その中をクリックすると、まあ、このコロラド州ならコロラド州の中で、どんな、まあ、物件が実際あって、それぞれ情報を求めてたりだとか、情報があるんで、皆さん実際興味ありませんかっていう形のやり取りがこの中で行われていると。まあ、ここではきちんとメールアドレスも書いてあるので、直接、まあ、連絡を取ることもできるという、そういった形の内容になっています。まあ、これを応用すればですね、例えばこの東海圏で行けば、まあ、ものづくりファンページみたいなものも作れるわけですね。まあ、活発に情報をやり取りして、ものづくりやってる方が、まあ、様々、助け合ったりだとか、ノウハウを公開し合ったりだとか、そういったような形のファンページを作ることも、まあ、可能になってくると思います。あとはしっかり、このように YouTube で使い方だとかを説明してあげれば、まあ、あっという間に、一つのウェブサービスの出来上がりということになるわけですね。これは、まあ、Facebook のファンページが非常に、まあ、様々な機能を、まあ、搭載していたりだとか、実際ファンページっていうのは、まあ、独自の URL を持つことができて、外部に対してもアクセス可能な形にできたりだとか、まあ、様々なメリットがこの中に結集されて、このような、まあ、不動産情報を、まあ、やり取りし合うっていう、そういう一つのシステムがこのような形で出来上がってるわけです。まあ、本当にですね、わざわざ、システムを構築でウェブサービスを作らなくても、ファンページを活用することによって、様々な有益な情報のやり取りをする場というものを構築することができるという、非常に素晴らしい事例だったので、ぜひご紹介したいと思って今日はお話ししました。今後もですね、また明日以降も、面白い海外事例についてどんどんお伝えしていきたいと思っております。全然顔を出してないので、よいしょ。明日もまた、面白い情報をお伝えしていきたいと思っておりますので、またお楽しみに。それでは、バイバイ。